はい、どうもロキヤマトです。今回は幻想シーン2エボリューションを先行プレイさせてもらったので、どんなゲームかざっくりと紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。まずは職業から見ていきましょう。最初は忍者、かなり派手ですね。そして次ドラグーン、槍を使った職業のようですが、ドラゴンにも変身できるのかな。これがビットとストレングスなので、まあ、タンクとしての役割を果たせるのかなと思います。そして次ウィザードですね、魔法使い。今の3ジョブに関しては男性女性両方が選べるようになっております。最後、妊婦ですね、見ていきましょう。この子だけは性別固定らしいので、この可愛い女の子でプレイしていくことになります。アーチャーのような職業ですかね。猫が可愛い。精霊の化身ということですが、まあアーチャーなんだろうなと思うんですが、とりあえず猫が気になります。忍者のスキルはこんな感じになっております。プレビューのね、あのエフェクトだけ見れるんですが、かなり派手ですね。さすが近接アタッカーという感じのスキルになっております。次にドラグーンのスキルを見ていきましょう。ドラグーンはやっぱ槍を使ってジャンプとかするのかな。お、槍が飛んでドラゴンが出てくる。結構派手ですね。さ、これは範囲攻撃かなんかかな。ドラグーン結構個人的に好きですね。さあ続いてウィザードを見ていきます。まずはメテオ、いいですね。やっぱ魔法使いといえばね、メテオ。あ、雷もいいですな。最後は氷とかかな。これはなんだ、全くわからないスキル。あれは光属性かなんかなのかな。最後妊婦を見ていきましょう。やはりアーチャーのスキルのような感じになっている感じかな。いや、これわかんない。360度の範囲かな。最後は精霊を飛ばすような弓スキルですね。精霊の化身なだけはありますね。次にキャラクタークリエイターの方をしていきたいと思います。今回はとりあえず忍者で作っていこうかなと思います。性別が男女、選べるようになっておりますので、とりあえずね、皆さん見たいであろう女性の方を作っていこうかなと思います。で、髪型、髪色、顔、瞳の色、肌の色という5タイプありまして、さらにそこから5種類ずつ選べるようになっております。ここバリエーションがあんまり多くないなと思う方もいらっしゃると思うのですが、個性の方の出し方はキャラクリよりもこの後の、装飾品の方があるので、そちらの方をまた別で紹介していきたいと思います。まずはキャラクリをしていきましょう。髪型はこれにして、髪色は、まあ、黒でいいかな。顔のタイプ、哀愁のある感じにしようかな。瞳の色も5タイプの中から選んでいきます。赤目がいいな。そして肌の色を選んでいきます。すごいゾンビみたいな肌の色がある。まあ、普通でいいでしょう。はい、こんな感じで選んでいきます。ここからさらに個性を出していくために装飾品というものが存在します。おお、もうすでにすごいことになっていますが、まずはマスクですね。マスクの種類も、たくさんあるので、こちらの方をカスタマイズでつけていくことができるという感じになっております。マスクつけようかな。そして髪飾り、猫耳をつけたり帽子をつけたり、サイズ感とかもね、実はこれ結構選べるので、主張したくない場合とかはちっちゃくこうつけることも可能になっております。これもね、マスクも選べるんです。なんかちょびひげみたいになったけど、サイズ感を調整してアングル角度も変えることが可能となっております。羽がすごいですよね。羽もね、いろんな種類が
ありまして、これをだからもうちょっと着して、アングルはこれぐらいにして、ポジションを下の方にすることで腰からね羽が入るみたいな設定もすることが可能となっております。はい、こんな感じのキャラ作成ができるというようになっております。そして今回先行プレイをするにあたり、あらかじめキャラクターをですねアカウントいただいていたので、そちらの方でアバターの方を見ていきたいと思います。まだね武器もあるみたいで、かなりいろんな種類の武器種が用意されているようです。あ、今回はですねタンクをやりたかったので槍のアカウントを選ばせていただきました。でアバターの方が武器、そして他のも選べますね。十字架にヘルメットのような、あ、これもいいですね。パリピサングラスもなかなか捨てがたい。そしてこれロックかかってるんですけど、染色もあるようですね。物によっては染色ができるようになっているのかなと。髪飾りの方はこれは中二感が漂いますね。髪型も、あるようですね。あ、これいいな。アッシュヘアいいですね。これの髪型ね、色もいじれたら最高ですね。そして衣装も選べるようになっています。かっこいい。まあでもタンクなんで、あんまり軽装は避けていきたいところですね。でもかっこいいな。これは好きな人は好きですね。結構今回どれにしようかな。ここら辺がなんかかっこいいですね。どれにしようかな。さあ、そしてウィング、おー、すごい派手。待って、ウィングになんかいるな。なんかいる。これかわいいな。これいいな。十字架を、これも派手。ここら辺のね色も変えれるならすごいかっこいいな。あ、これもいい。これにしようかな。はい、こんな感じで中二病感漂うキャラが作成完了しました。いや、これかっこいいんじゃない。いいキャラができたんじゃないでしょうか。はい、ということで今回はこのキャラでちょっと冒険をねしていきたいと思います。次は守護者ガチャというのを引いていきたいと思います。このガチャは初回10連ガチャが SSR 確定らしいので、ここでリセマラをするのもありなのかなと思っております。ということでガチャ行ってみましょう。 A と B があるようですね。今回はそうだな、こっちを引いてみましょう。さあ、何が出るかな。SSR が3つも出ている。すごい出た気がします。次は、ね、こっちを回してみようかなと思います。あ、これは、来るんじゃないか。お、黄色。虹色か。来たー、何か来たぞ。玉も御前。当たったさ、これを、見るのには、守護者のメニューがあるので、守護者のメニューを開いて守護者リスト。おー、結構いますね。守護者にはいろんな型が存在するようですね。 HP 型や攻撃型、他にはどんなのがいるんでしょう。回避型、会心型、ワイバーンみたいなドラゴンもいるようですね。守護者は5種類、あるようで、攻撃、防御、会心、 HP と回避型となっているようです。状況に応じて編成をして戦っていくという形になっているようです。はい、ゲットした守護者と交流することもできるようです。クイズ残り回数3回とかもあるので、このクイズを答えていくと何かがあるのかなと思います。ちょっとこれわかんないんだけど、フグ毒、いや、イチゴじゃないか。正解、これでクイズに正解すると絆ポイントというものが増えていくようです。絆ポイントが増えると追加ボーナスとしてステータスが上がるようになっているのかな。そして絆報酬の一覧としてもアイテムがもらえるようになっているみたいです。はい、ということで今度はダンジョン禁断の地に挑んでみたいと思います。
禁断の地は毎日2回挑戦することができて、30分間プレイすることが可能というコンテンツになっております。資源の獲得やモンスターの撃退、プレイヤー対戦などが、あるようです。メニューから早速行ってみましょう。装備、レシピ、強化素材、経験値などが手に入ると、早速行ってみたいと思います。はい、タップすると禁断の地の各エリアに転送確率が表示されますと。タップするとランダムで2位のエリアに転送されますと。ということで転送確率というものを見ていきましょう。経験値エリア、トレーニングエリア、ゴールドエリア、これにランダムに入っていくということなんでしょうね。この宝物エリアなんかね、結構ロマンがあるんじゃないでしょうか。さあちょっと行ってみましょうか。うわ、なんかボスいる。うわ、なんかボスいる。戦闘の音とかもねあるみたいです。結構敵強いぞ。ここの、場所はトレーニングエリア2となっているようで、他行ってみましょう。経験値エリア2となってますね。危ない、死んじゃう。危なかった。で、帰ってくると戦利品のアイテムが手に入ったりとかするようです。経験値もしっかり入ってますね。はい、次に気になったのがこの乗り物ですね。乗り物もあるみたいで、これかなり、これ面白いな。何を選んで乗るかっていうのが選べるようです。で、こちらもですね、いろんな、オプションがあるようなので、遠征なんかもねあるみたいです。はい、フィールドに出てきました。おお、飛べる、すごい。飛べますよ、このゲーム。すごいですね。乗り物は、これかな？あ、乗れましたね。さあ、こうやって乗り物に乗って移動することもできるようです。ジャンプがすごい、これ。お、飛んだ飛んだ。おお、すごい。どっかに敵がいないかな。なんかいますね、ボスっぽいのが。さあ、じゃあスキルを使ってもらいましょう。敵のレベル40、強い、強いぞ。守護者もね、こうやって出てきて戦ってくれるという感じで、リキャストごとにねスキルを打ってくれるようです。優勝はあと少し。オッケー。はい、ということで最後にお知らせとなります。現在事前予約の特典として、事前登録でアルテミスの石 SSR 守護者が、獲得できたりとか、他にも、事前登録の報酬が、増えたりとかするようなので、こちらもぜひよかったらご確認してみてください。さらに、ゲームリリースの報酬としてオンラインでの無料3000回連続ガチャがあり、レアなアバターや複数の物資が入手できるとのことです。こちらも合わせてぜひ事前予約をしてお待ちください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、またの方最後にポチッとお願いいたします。ダウンロードリンクなどは概要欄にございますので、ぜひよかったら見てみてください。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。ロキヤマトでした。